池田亜美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちは池田亜美のリファーラルフォーライフの時間となりましたこの番組は面白いよう形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますこの番組は紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問をどんどん募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m k f n o s c o m 7 9 7 f m k f n o s c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツーキャスやリスナージオでもご提供しておりますので、ぜひ、f m g n o s を検索してお聞きください。ぜひ、アプリもご覧いただきながらお聞きくださいね。はい。 えー、今週も始まりままりりししたた皆さんおききいただてありがとうございますもうねぽかぽか陽気になってきたかなというところではありますが、えー、今週は私仙台からお届けさせていただいております仙台はですねちょっとここのところの数日続いてる雨のせいかとっても気温が低くてですね、えー、金曜日に仙台入ったんですけどもうすごい寒くて。 コートとマタイツも私結構ね足さっきとかすごい冷えちゃうので本当はタイツを履きたいところなんですがもうちょっと季節的にねタイツだとちょっとおかしいかなと思って頑張ってストッキングにしてるんですけども,もう足が冷えちゃって冷えちゃってっていう感じですね。 やっぱり東北の方は少しねやっぱり東京とも気温が違いますし沖縄とはもっともっとそうですね78度多分違うと思うんですよね。なので、ちょっと私あちこち飛び回ることが多いので本当に着るものには困っちゃうなというふうふに思ってますがでも、徐々に徐々に春の訪れが来ておりまして桜も,もう東京はね、えー、だいぶ散っちゃいました。東北はここれから行くぐらいが見いぐがどろに なるんじゃないかなということですから日本中いろんなところでまだまだ桜が楽しめそうですね皆さんはもう桜楽しんでお花お花見はまだね、えー、コロナもあってなかなかできないかもしれないんですけれどもこの儚いお花を見て 満開のお花ってとっても、えー、綺麗ですしワクワクしますよね。そしてこう散りゆく桜っていうね、えー、この潔さみたいなのも本当にとっても素敵なお花ですよね。私の大好きな句で、えー、咲く桜、散る桜も桜っていうね、えー、詩があって、あのー、その短歌をこう 書書書で、ね、書道で道その作品がとってもこうなんていうんでしょうねわびさびのある素晴らしいもので私いつかねああいうのを書いてみたいなというふうに思っています、えー、皆さんもまだまだ桜楽しんで春の訪れを楽しみに待ってくださいね、えー、今日今週は、まあ、仙台入って、えー、私今回はね やっと新幹線で来ることができました。東北新幹線も開通できました。よかった。もうね、今年3月16日かな、宮城県沖の大きな地震でまた線路が歪んでとかっていうことだったんですけど、もうなんかね、東北の方はこの間の地震は本当に東日本大震災を思い出すほどの大きなものだったので、久々に恐怖を感じましたなんていう方もいらっしゃいました。やっとこう街が整備されてきたのでね、 えまたちょっとちょっとずつ日常が戻ってくるかなというふうに思っております。まあ、そうはいってもね、天才は私たち人間は脆いもので抗らえないですから、えー、十分皆さんもお気をつけて、そして防災の準備だけはね、されておくといいんじゃないかなというふうに思います。今回新幹線はまだまだ少しね、徐行区間というのもあるんですよ。あのー、どうしても 予想を見るというか、安全のためにスピードを落として通る区間がありますので、今までの時間とはちょっと時間かかっちゃうんですけどね、それでも東京から東北に行く大きなバイパスがこう止まってるという状況がやっと解消されたので、これでまた経済もね、動いていくんじゃないかなというふうに思いますし、人の行き来もできるんじゃないかなというふうに思います。私はもう毎月仙台来てますので、 えー、仙台の街がねまた活気づいていくのをすごく楽しみにしています、えー。ちょっとね沖縄は遠く離れておりますがぜひですねこう日本にもいろんなこう困ってる地域とかね大変な地域もあったりしますのでみんなで一緒に協力して乗り越えていきましょうね。はい、えー、さてさて今週はですけれどもお リファーラルのパーセンテージということを、ね、皆さんにお伝えしていこうかなと思っています。リファーラルのパーセンテージ。何のパーセンテージっていう感じだと思うんですけども、皆さんは自分のリファーラルの割合ってどれぐらいなのかっていうのを考えたことってありますか皆さんの売り上げに対してリファーラルってどれぐらいの割合で、えー、自分の、ねえー、ビジネスを支えてくれるようなものになっているのか。こんなことを考えたことありますかね 自分がどれぐらいの紹介をもらっているのかを考えて、さらに現状を数値化したということがある方いらっしゃいますかこの数値化されないことは感じ改善されないってマーケティングの世界では言われてますので、ぜひ皆さんのね、この現在地というのを確認していただけたらいいなというふうに思います。今日は皆さんご自身の現状を思い浮かべながら、ぜひお聞きくださいね。はい。では皆さんに質問しましょう。 今日いくつか質問していきますよ、えー、過去6ヶ月もしくはお仕事業種によっては12ヶ月ぐらいのスパンをお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、過去6ヶ月から12ヶ月の間にビジネスの紹介をもらったことはありますか過去6ヶ月から12ヶ月の間にビジネスの紹介をもらったことはありますかそれはどなたがくださったんでしょうか え皆さんに紹介を出してくださった方のお名前4名をぜひメモをするか、えー、頭に思い起こしてください。皆さんに紹介をしてくださった方4名をちょっと特定してその方のお名前をちょっとメモしておいてください。えー、私にはですね、まあ、4名の方、えー、ご紹介いただいた方がいらっしゃるんですけれども、えーまあ ね、仮に A さん、B さん、C さん、D さんとしましょうか、うん。A さん、B さん、D さん、D さんにするけれど、実際は本当にちゃんといただいてます。で、その方たちが何件ずつ紹介をくれたかという件数も皆さん、ぜひ頭に入れて、もしくは紙に書いてくださいね。私は A さんは5件、B さんは3件、C さんは1件、D さんも1件ご紹介くださったんです。 A さん5件、B さん3件、C さん1件、D さん1件です。これは合計すると10件になるんですけども、私自身では到底お会いすることができなかった方たちにこの A、B、C、D さんを通じて会う機会をいただいたということなんですよ。もうそれだけで本当に感謝なんですよね。で、特にこの、えー、A さんに関しては。 お一人で A さんだけでも5件もご紹介をくださった方で私にとってはもうトップオブザトップになるんですよね皆さんにご紹介をくださった方々ぜひですね改めてお礼の気持ち感謝の気持ちというのを伝えてみてはいかがでしょうか紹介って必ず善意なんですあなたのことを思ってあなたを応援したい そう思って行動してくださったということなんですね。だから改めてここでお伝えするだけでまた関係性というのもぐっと上がっていくんじゃないかなというふうに思います。そして2つ目、もう1つ質問をしましょう。先ほど皆さんに紹介をくれた人たち、この4人の方たちというのは何人ぐらいの人脈をお持ちの方なんでしょうか 何人の人脈を持っている方ですか？うん、これはどうでしょうね。まあ、ちょっとね。人の人脈の数なんて、ちょっとこちら側からは理解できないですよね。うん、そう、ちょっとね。これ質あの意地悪な質問でした。ごめんなさい。うん。でもね。これすごく大切なことで。実はビジネスパーソンの後ろには。 1000人の人脈がいると言われています。ビジネスパーソンの後ろには1000人の人脈がいるというふうに言われています。1000人ですよ。あなたもそれぐらいの人脈って持ってらっしゃるんじゃないですか例えば、携帯の中には何人の連絡先が入ってますか会社のアドレス帳にはどれぐらいの方がいらっしゃるでしょうかねいつも使ってる手帳にはどうですか それを考えると、パッとね、1000人ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思います。そして、親戚のおじさんとかおばさん。ね、こういう方々も実は皆さんの人脈のお一人なんですよ。人脈とは思ってないんだけど、人脈はには変わりないんです。皆さんのつながりですよね。そして、この人脈の中でも、紹介につなげられる人脈というのは、 い200 300から300人と言われています。皆さんの1,000人のビジネスパーソンの後ろには1,000人の人脈がいるんですがその中でも紹介につなげられるような人脈というのはだい200 300から300人ととううことだそうですで、す。今日はその真ん中を取って分かりやすく250人の人脈を持っているということにしましょう。 250人皆さんも持ってるんですよそして先ほど私に紹介してくれた4人の人たち皆さんに対して紹介をくれさった4人の方たちこの方たちももちろん250人ぐらいの人脈をお持ちだということになってきますそうすると私にとって A さんは5人も紹介してくれたトップ・オブトップ・トップオブザ・トップなんですけどねトップ・オブ・ザ・トップなのですが A さんうん、この方の人脈から考えると250人中の5人つまり2%の方をご紹介してくださったということになります2%うん2%って皆さんどう感じますか、うん、?2% もご紹介いただいたって 思います ?2% もご紹介いただいた嬉しいやったーっていうふうに思うでしょうかそれとも2%しか紹介してもらえてないと思うでしょうかどちらでしょうこれどっちの考えでもいいと思いますよ。ただ数字を見たときにいかがですかということです。2%もご紹介いただいたなのか もしくは2%しかご紹介いただいてないどちらでしょうねもちろんご紹介してくださったことは本当に感謝なんですよ感謝なのですが実際の数値で見てみると現実の感じ方って違ってきませんか、うん、さらにこの4人の方々の人脈に1人250人かけるこの4人ですから 合計で1000人いらっしゃるんですよね。そうすると、実は皆さんは1000人にリーチできる可能性があるということなんです。A さん、B さん、C さん、D さん、この4人のご紹介の件数は10人でした。これだけを見ると、10人ご紹介いただいたことも本当にありがたいですし、素晴らしいことだ、最高っていうふうに思います。 ですが、これをよく見てみると、4人の人脈の合計、1000人中10人の紹介ということです。つまり、割合としては1%にガイドします。1%というのは、いかがですかうん。これも1、1%もご紹介いただいたということでしょうか もしくは1%しかご紹介いただけてないということでしょうか以前この番組でもご紹介させていただいているのですがご満足いただいているお客様皆さんの、ね、商品サービスをお求めいただいてあ今回もあなたに頼んでよかったわありがとうとか、えー、今回も、ね、いろいろ助かりました本当にいつもすみませんって言いながら笑顔で帰っていくようなお客様たちをご想像ください、ね えー、この方たちにご満足いただいているお客様、29の方々に、えー、あご,めんなさいご満足いただいているお客様にぜひご満足いただいたんだったらお友達紹介してくださいとお願いすると、29%の方が実際に紹介してくれたという統計があります。29%の人はちゃんと行動を起こしてくれたということなんですよね。 この統計というのは大きく外れません。うん、この統計をもとに考えると、4人の人脈の合計、この1000人中29%というのは、290人に該当します。私は本来だったら290人の紹介をもらえるということになるんです。290人に比べて現状は10人です。うん これ290人が10人ってまたぶん開いちゃいましたよね。この10人の紹介、そう考えると10人の紹介っていうのは皆さんにとって10人もですかそれとも10人しかでしょうか、うん、多くの方は10人しかですよね。紹介者が悪いわけじゃないんですよ。現状で考えたらそういうふうに感じざるを得ないなということです。 それを290人にするにはどうしたらいいでしょうかえ、290人なってできるのなんて、わざわざわざって言ってるようなのが、なんかこう、見えるような気がしますけれども、ね、さっきご満足いただいてるお客様に、ちゃんとお願いしたら29%が反応してくれたという統計出てますから、の二十九人中の29ン29%、百九0人、これにリーチする、この人たちに愛え お会いさせていただくにはどうしたらよいか。ここに紹介術、リファーラルマーケティングというのが重要なポイントになってくるんです。紹介を290人と提携できたらいかがですか紹介をそのまま290人にご紹介いただいて契約になったらどんなことが起こりそうでしょうかねワクワクするでしょ ぜひ皆さんもこのリファーラルマーケティング紹介というのを取り入れてみてはいかがでしょうか、えー、このリファーラルマーケティング学ぶ機会をねアセンティブジャパンはお届けさせていただいております皆さんのこの紹介でビジネスを回すそしてがむしゃらに必死に働くんではなくてこういったリファーラル紹介によって 周りの方のお力をお借りすることによって皆さんが壮大なビジネスと雄大な人生を掴んでいただけたらいいなというふうに考えております。ぜひ皆さん、リファーラル活用してみてくださいね。それには学ぶということも必要になってくるので、後ほどご案内させていただきたいと思います。さあ、皆さんの リファーラーのパーセント、今何パーセントぐらいが紹介でビジネスにつながっているでしょうか全体像の中から紹介が何パーセントぐらいの構成になっているかこれ考えていただくとこの割合を増やしていくということによって生産、えー、性を上げることができますよということになります、はい、ではですね ぜひ皆さんにも学んでいただきたいので番組からお知らせをさせていただきます。この290人を紹介してもらうためにはあなたも学びが必要になってきます。だからこそ今この紹介というのを学ぶビッグチャンスなんですよね。ぜひ一度リファーラルマーケティングセミナーにお出ましください。 え、リファーラルマーケティング講座各種ございますけれども、え、私どもアセンティブジャパンは、全国プロモーションを展開しております。おかげさまで仕事が生まれる紹介術と題しました。このリファーラルマーケティングビットコースなんですが、仕事が生まれる、え、紹介術第7期のオンラインセミナー説明会、全国プロモーションがいよいよ来週からスタートいたします。イエーイ いやーこれもですね、実はこのプロモーション会社さんを、そのものを私たちはご紹介いただいたことから始まりまして、えー、全国ね、本当に北は北海道、札幌の方、南はですね、えー、鹿児島の方、 までがリアルでお越しいただいたりですとか、オンラインでこのリファーラルマーケティングを学んでくださっています。そのもう早いですね。もう7期になります。毎回40人、50人の大人数のね、クラスでもうめちゃめちゃ盛り上がりながらやってます。ちょっと、えー、一昨年からはですね、コロナの影響もありまして、会場にお集まりいただく人数というのもこう制限させていただいたり、 オンラインにこう変更していただいたりということはしながら、大勢でね、毎回ワイワイ言いながら楽しく学んでおります。この仕事が生まれる紹介術第7期オンラインセミナー説明会ですね。これは紹介って誰から来るのとか、紹介をどうやってもらうのとか、紹介は欲しいけどやり方がわかんないわという経営者の方々に朗報です。4月20日21日23日30日ですね。 えー、紹介術の説明会セミナーが行われますリアル会場は東京となっております、えー、また Zoom で23日はオンライン開催となっておりますがちょっとこちらはですねもう満席になってしまったようですねはいぜひですね23日以外で、えー、ぜあの各地からお集まりいただけたら嬉しいです 本当に受講してくださる方が増えてまいりました、えー。こちらのお申し込みはアセンティブジャパンのホームページからお願いいたします。または仕事が生まれる紹介術で検索してみてください。そして2つ目ですね。えー、リファラルマーケティングのワンデ Day セミナー in 沖縄をまた開催いたします。イエーイこちら5月28日土曜日。 10時から10時半まで、えー、裏添え界隈で開催する予定でございます。リファーラルマーケティングワンデーセミナー in 沖縄です。こちらもですね、沖縄非常にホットで、えー、お世話の方が学んでいただいております。特にワンデーセミナーで開催するときは、午前中、えー、リファーラルサクセスワンオンワンという、リファーラルマーケティングの基本の木、えー、まあ本当に導入の 短いセミナーにはなりますが、3時間ほどで座学でリファーラルマーケティングってどういう仕組みだよっていうのを学んでいただきます。そしてお昼を挟みまして、午後からは、えー、行動心理学ディスクリローンというのをもとに、ルームフルオブザ・リファーラルズというタイトルで、えー、皆さんの行動スタイルについて学んでいただくセミナーを開催し,していますえ。人には4つの行動スタイルがあります。皆さんはどのスタイルでしょうか 人によってはね同じスタイル同士だと話はできるけどそうじゃない人との付き合い方ってどうしていいか分かんないわーっていう方がいたり、えー、また、えーね、いろんな特徴がありますけど成功意欲も標達性意欲が強い方がいたり、えー、みんなと一緒にやることワイワイやることが大好きな人であんまりその仕事とか成果っていうところには 重きを置いていないてな楽しくみんなでやれたらいいなっていうことを重きを置いてるっていうようなタイプの人たちもいる、まあ、そんなのを見たり聞いたり触ったりするだけで分かったらとってもコミュニケーション円滑になると思いませんか このディスクリロンのセミナーを毎回ですね、椅子から転げ落ちるとか腹筋痛いとかって言いながら皆さんご参加いただいてますので、ぜひこちらも合わせてご参加ください。そしていつもですね、えー、終わってからは、えー、懇親会もありますので、ぜひこちらもね、参加いただけたらと思います。申し込み、お問い合わせはアセンティブジャパンホームページ、もしくは FM 技能案の方までお問い合わせください。えー、ぜひ皆様とね、えー、楽しく学びたいと思っております。 さあ、えー、季節の変わり目でございます。ちょっとね、着るものがこうあ、まだまだちょっと困っちゃうな、悩むなっていう時でもあります。暑かったり、急に寒かったりしていますから、どうぞお体には十分気をつけてくださいね。えー、本日もお聴きいただきましてありがとうございました、えー。今日は1週間の始まりです。お仕事中の方、そしてちょっとコーヒータイムの方、運転中の方もお聴きいただきましてありがとうございました。 安、えー、全運転でお願いいたしますね。どうぞ素晴らしい1週間と素敵な一日を。Have a, have a amazing weekend and a great day for you、えー。お相手はビジネスコーチ池田あゆみでした。また来週お耳を拝借いたします。では皆さん、元気にいってらっしゃい